またユーザー同士のゲームを通じたコミュニケーションをシステムレベルでサポートし、ポータブルゲームにソーシャルネットワークの楽しさを加えます。さて、このような MGP の新しい可能性を使ってどんなゲームができるのか、現在ワールドワイドスタジオで開発中のタイトルラインナップの一部を映像でご覧ください。PSP ではアナログナブという横にスライドするタイプのデバイスを使っているんですが、今回何年もかけて新規開発したマイクロアナログスティックを採用しました。この本体に入る小ささで、デュアルショックのアナログスティックのような本物の操作感が実現されます。このように左のスティックでキャラクターを動かし、右のスティックでカメラを操作する。アンチャーテッドのようなアクションアドベンチャーですとか、ファーストパーソンシューターをプレイするのに、本格的な操作感で遊ぶことができます。それでは実際にゲームを進めてみましょう。
な操作はスティックとボタンを使います。ジャンプはバツボタン、ここもジャンプで飛ぶこともできるんですが、キャラクターの背中をタッチパッドを使ってさっと触ってあげることで越えることもできます。で、先にするが見えますが、ここはジャンプして、で、ここのところも勢いをつけるために本体のジャイロセンサーを使いまして、キャラクターの動きに合わせて前後に動かしてジャンプ、まるでキャラクターの気持ちにシンクロさせるような操作感となります。これだけにもまたつながります。で、ここで登っていくんですけれども、ここで本体の裏側のバックタッチパネルを使用します。裏側の私の指の動きも同時にご覧いただければと思います。右手の指と左手の指を本体の裏側で上から下にこのように下げるように、まるでロープを両手で掴んで自分を引き上げているような操作をするとキャラクターが登っていきます。で、逆に下から上になぞるようにしますと降りて、このようにキャラクターの気持ちに自分がシンクロするような、そういった操作感をバックタッチで実現しています。最後はまた背中をちょっと押してあげましょう。で、次のセクションに向かいます。で、この壁は、手で登っていくんですけれども、 PS3 のアンチャーテッドではアナログスティックを傾けて行きたい方向にジャンプするというちょっと難しい操作になっていました。NGP ではこういってこういったフロントタッチを使って簡単に登っていくことができます。それだけじゃないです。こういってキャラクターが進む方向を指でなぞって線を引いてあげるような形でなぞっていきますと、キャラクターがその方向に行きます。敵が来ました。はい、で、ここで登ってもう一人敵が前にいますが、幸いにして私のことに気づいていませんので、近づいてちょっとスナイパーライズを向かいます。向けの向こうにも敵がいますので、じゃあせっかくそのタンガンを使いまして、ここでジャイロセンサーを使って照準を合わせて、はい、さようなら。ジャイロセンサーですから非常に細かい動きも可能になります。このように基本の操作は2本のアナログスティックとボタンで行いつつ、 NGP の新しい UI を使ってより直感的に、またより没入感のある、まさに家庭用のアンチャーテッドでも体験できない新しいアンチャーテッド体験となっていることが感じていただけたかと思います。これから世界のゲームクリエイターの皆さんによって NGP の豊富な機能を使ったどんなゲームが作られるのか。